皆さんお久しぶりです。めっちゃね久しぶりに YouTube を回そうと思ったわけなんですけど、今日はねお母様がねまあ上京っていうかな、東京来るっていうことで、せっかくやったらなんかカメラ回しとこうかなみたいな、ゆるーく日常を撮っていくよ。マジでこれ2月とは思えんくらいさ暖かすぎてやばいね。僕ね毎回表参道と原宿を通るたびにタイムドーナツ行けんちゃうかって思ってるんですけど、やばいな、めっちゃ並んでるわ、全然無理やわ。平日で無理やったらマジでどこも無理な気がするやけど、やばっ。マーミーがここら辺におるはずなんやけど、どこや、やってきてるな。なんだかんだめっちゃ久しぶりじゃないか、1月あってたわ。あおった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 、母さん、やっぱさです。まあそう、マジ最近ずっと今食べよう、俺やばい、マジでやばい、止まらん。これ今うまっ。飛行機なんやけど、時になるやん、多分飛行機が違うかったから、まあ、みんな最後からそのまま着いたわよ、分かるかな、変わる時あるやん、ない、バスって全然集まった、いた、こっちで近くて、そう、なんか出たとこ違うから、はい、違う、まあ、山内さん迷ったろ。そうよ、ね、パラレルワールドでこれ、ね、回りよって意外と多いしねえ、本当はこう行きたかったけど、こう行って回りよって。うまい、おいしい、お芋うまっ、マジでお芋が最近、欲しい芋あるやん、送ってくれた、あれと、作ってくれたあの、芋、うちの芋、茨城、あれも蒸して食べる、なんか東京行きたいとこない、もうここ行きたいみたいな、そうや、前浅田で行ったもんね、そう、そう、結局、いただくっていう、めっちゃくいいよ、食べない、美味しかった、マジであったかい、春やん、春、この間まで雪降りよったきさ、なんか変な感じやわ。ギャルやき、そう、あの二人はかわいいやんな、でもこれにさ、かける、大丈夫そう、これ出てかく、これ開いていや置いとくならいいけどさ、これをさこうやって開いてさ、なんかあの書いてる図が想像つかないけど、そうやね、どうしよう、すごいけど使えんねどうする、あ、デーマンドラマのね、マイデーモンのやつね、そうやね、ここらへんいいんじゃない、これあ、それでよかった、すごいね、私買い上げを買ったね、買った、よかった、よかったや、念願ソンガン買ったわ、確かに、てかさ、あの人マジすごくない、なんかどの俳優さんかどうかさ、あんな瞬時で分かるってすごいな、この奥に自分の友達が働きゅう、おー、来た、おお。Quand t'es venu dans la rue inconnue。自分の働いてるカフェがあって、あ、違う、自分の働いてることじゃない。自分の友達が働いてるカフェがあって、そこに今から向かいます。
初はね、行きたいところを言える。原宿。原宿ね。まあそう、マジで。あ、そうか、そうそう、モトイズム。あれ、韓国のブリキみたいなやつ。被り物とかで、うん、被って、うん、これでいい。すんげえ。美味しそう。なんちゅう可愛さ、美味しそうさ。うまそう、全部やばい。うまそう。なんじゃこりゃ。待って、でも来れるね。もう覚えたろ、そろそろ。まだ。ドキドキ。らしいです。地上出口です。クロミちゃん。バイバイ。はい。ケイトも頑張ってよ。頑張ります。うん、はい。じゃあねー。はい、あー、友達ね。ありがとう。連絡するわ。バイバイ。送ってきたけど、つけるかちょっと心配っていうね。大丈夫かな。友達と今から遊ぶ約束してるっていうので、マジごめん。食べれる。さっきベーグル食ってた。さっきのお母さんに会ったフレンズたち、マミーになって、マミー大好きだよ、愛しております。マミーの可愛いマグカップ見てほしい。わー、これめっちゃ可愛い。見て。しかもさ、裏アーモンドなんやけど、やば。やば、焼ける。ていうか、ホットコーヒーと一緒に食べる甘いものが一番美味しいっていう事象。やばー。ちょっと可愛いかも。やば。なんかちょっと、たい焼きのさ、頭から食べ、別に食べれるな。いきます。うまっ。お母さんをね、駅で送って、そっから友達とちょっと食べたりして、そっから今帰ってきたわけやけど、家帰ったら帰ったで、まあ、音がなくなるわけよ。自分が、生活する音以外が。合ってる？日常にね、戻っただけなんけどさ、遊んだ後とかさ、なんか人がおった空間からさ、なんか、帰ってきた時の、なんだろう、自分の世界に戻る感じ。やっぱ寂しいよね。わかる？いやー、でマジであっという間やった。どれぐらいおったやろ。4日間ぐらいお母さん来て、いろいろここら辺行ったらいいかなみたいなところをなんとなく言ってたんやけど、マジで一瞬過ぎて、もうずっと歩いて食べて送り返してたっていう、そんな一瞬な東京観光やった。ほんま。でも初めてお母さんに自分の友達を会わせたんやけど、マジでなんか不思議な感覚すぎて、めちゃくちゃ面白かった。き、次お母さん来る時にもそういう友達に会わせるのめちゃくちゃいいなって思った。電話とかでこういう友達がおって、こういうこといるよとか、遊んできたよとか、まあ、たまに言ったりするけど、実際会わせたりしたのが初めてだったきさ、まあ、なんかそれもたまたま、この後お母さん会うでみたいになって、あ、じゃあ挨拶行きたいわみたいになって、そっから会ってんやけど、そういういいね。エモじゃないけど、なんか不思議な感覚で、すごい素敵やったなって感じ。また明日から頑張るか。あ、そう、頑張るかと思い出したけど、 YouTube もね、またね、再開をしたくて動画を撮ったんよ、今回これを機に。 YouTube に関してはもうなんかずっと気軽に上げられるくらいのコンテンツにしたいから、作り込まずにカットカットカットみたいなのをね、これからまた上げられればなって感じなんですけど、多分ね、食べるばっかやけどね、動画撮ってればカロリーちょっとは削
気持ち薄まるやろみたいなのを撮ってるんでね。そしていきますわ、これからも美味しいもんを、まあ、思い出でもあるしね、美味しいもんの。今まではね、縦動画をねずっと撮ってたんだよね。横動画もなんか喋りながらだらだら撮ろうっていう感じで思っておりますので、また YouTube 頑張りますわ。ちょっとね、着替えました。いやー、なんか改めて考えたらやけど、この4日間5日間ぐらいマジで食べ過ぎに食べ過ぎを重ねてて、一人やったらね、意志は強いんですよ、一人だとね。ただよし食べるぞっていう気になるときは誰かを巻き込みたいのよね、毎回ご飯食べるときとか飲むときとかで、誰かと食べるからちょっと気持ち的にもさ、なんか、まあ、別に一人じゃないしっていうのもあるし、みんなで食べて楽しかったらカロリーはないやろみたいな頭でおるから、ちょっと今回それが4日間5日間ぐらい、まあお母さんとおったり友達とおったりっていうのを重ねた結果、それがもうずっと続いてたわけですよ。やばいね、マジで。ちょっと本当にやばいね。マジ小麦粉しか食ってない。マジずっとパン屋さん行ってたんですよね。んで、お酒も飲んだし、夜は絶対、なんか甘いもん食べてたし。いやー、マジで、切り替えないとなんですけども、切り替えるのがね、いつから切り替えようね。まあ。とね、一番ね、ちょっと、あ、これやばいかもって思うのは、皮洗う時の皮膚の感じ。あ、めっちゃこれ張ってるっていうか、なんか、膨んでるみたいな感じになるんですよね、最近。で、それがちょっとね、やべえなって思いながらも、体重を測る勇気がまだなくて、一旦保留はしてるんですけど、一回ね、年末年始、本当に暴飲暴食やばすぎて、その時は4.5 かな ?4.5 ぐらい太ったんですよ。で、そっからね、なんか抑えたりしながら、2キロぐらいを減らせてた。うん、減らせてたんやけど、毎週末食べたり飲むを繰り返してるから、ちょっとやばいなっていうのがあって、からのこの4日5日ぐらいの、大チートでぶちかましたわけやから、どう考えても減ってるわけじゃないよね。ってなると、ちょっと今体重を測ると精神的なショックが大きいと思うんで、ちょっと、この辺もどうにかしないとな。結局、長く続けられるのが価値なんで、まあ、この短期的な大食いはちょっと、もうちょっとだけしたい。もうちょっとだけして、また、徐々に戻しますわ。いやー、マジで。頑張ろう。みんなも頑張ろう。いろんな楽しいことあるけど、食べるのが一番楽しい、マジで。っていうね、ちょっとこの小言を言いたくて、もう一回動画回しました。ということで。また、変わらず、食日記をあげますので、よろしくお願いします。ということで、ね、バイバイ。